ロシア・モスクワで兵士の帰還求め抗議集会。ウクライナ戦闘で動員の兵士の妻や母親ら。ロシアの首都モスクワで3日、ウクライナでの戦闘に動員された兵士の妻や母親らが抗議集会を開き、兵士の帰還を求めました。ロイター通信などによりますと、モスクワの赤の広場で3日、ウクライナでの戦闘に動員された兵士の妻や母親らが、夫や子供たちを帰還させるよう求める抗議集会を開きました。この集会は、プーチン大統領が2022年9月、ウクライナ侵攻の兵員不足を補うため、予備役の部分動員を宣言してから500日目となるのを機に行われました。参加者たちは、戦闘で亡くなった兵士を悼む献花も合わせて行いました。参加した兵士の妻の一人は、夫には生きて帰ってきてほしい。私は一人で生きたくないと、一日も早く夫を帰還させるよう訴えました。また、この集会を取材していた海外のジャーナリストを含む少なくとも27人が警察に拘束されました。この中には、ロイター通信の記者も含まれていたということで、ロイター通信は、ジャーナリストは妨害などを恐れず、自由に報道できるようにするべきだ、と、ロシア当局の対応を非難する声明を発表しました。女性が覚悟を決めて立ち上がった時のパワーは強い。ウクライナから撤退するように求めていけば、国内世論にも少なからず影響を与えるだろう。兵士を単なる捨て駒としか考えていない愚かな政治家に負けず、兵士の帰還を求め続けてもらいたい。ウクライナ東部、ロシア側支配地域に砲撃、28人死亡。ロシア政府発表、西側の兵器が使われた。ロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ東部ルハンシク州の都市にウクライナ軍の砲撃があり、28人が死亡したとロシア政府が発表しました。ロシア非常事態省の発表によりますと、ウクライナ東部ルハンシク州の親ロシア派が支配する都市、リシチャンシクで3日、艦艇がウクライナ軍の砲撃を受けたということです。非常事態省は、これまでに28人が死亡したとしています。ロシア外務省のザハロファ報道官は声明で、西側の兵器が使われたなどと主張し、非難。ロイター通信によりますと、ロシア側のメディアは、アメリカが供与した高機動ロケット砲システム、ハイマースが使われたと報じています。世界は飽きている。ウクライナが再び世界の関心を呼び、存在感を示すには、ロシア本土への攻撃を激化させるしかないと思う。もちろんそうすれば、プーチンは怒る。核の使用検討も始めるだろう。しかし、ウクライナが再び世界の関心を取り戻す方法は、それしかない。世界中は、この戦争に飽き、早く終わってほしいと思っている。それを断ち切るには、プーチンが核を使用するかもしれないと、世界に気づかせるしかない。そうすれば、西側は、本気でウクライナが守り、主体で戦えるように、支援を強化するだろう。プーチンに核使用を本気で考えさせる。逆説的だが、それがウクライナがプーチンに勝つかもしれない、唯一の方法だ。ウクライナ侵攻から2年、プーチン大統領が目論む強制的停戦とは、待ち望むトランプ氏の返り咲き。2024年になって早くも2月となったが、今月でロシアがウクライナに侵攻してからちょうど2年となる。新型コロナが世界中で猛威を振るう中、プーチン大統領はウクライナへの軍事侵攻を決断し、ロシア軍がウクライナの東部と北部から進軍を開始した。プーチン大統領はこの時、ロシア軍が短期間のうちに首都キーウを掌握し、ゼレンスキー政権を崩壊させ、
新ロシアの傀儡政権を樹立することを願っていた。しかし、米国を中心とする欧米諸国のウクライナへの軍事支援が強化されるにつれ、キーウの掌握どころか、時間の経過とともにロシア軍の劣勢が顕著になり、なんとかウクライナ領土に踏みとどまることが限界となった。2022年秋頃にプーチンが一部国民の動員を決定したことも、ロシア軍の劣勢を強く裏付ける。だが、ロシア軍が東部や南部の一部地域を実効支配する状況は続き、ウクライナ軍もロシア軍をウクライナ領土から追いやるには至っていない。昨年夏、ウクライナ軍は軍事的攻勢を強めたが、ロシア軍の粘りに直面し、一進一退の状況が今日でも続いている。そして、時間の経過とともに、欧米諸国のウクライナ支援にも陰りが見え始めている。米国のバイデン政権は、ウクライナ戦争を民主主義と権威主義の戦いと位置づけ、ウクライナ支援を継続する重要性を強調しているが、米国民の間でそれへの支持は減少する一方で、秋に大統領選を迎えるバイデン大統領は難しい舵取りを余儀なくされている。今後の行方はプーチン大統領にとって有利な状況だ。ロシアでは3月に大統領選が行われるが、プーチン大統領の再選は確実視されており、同氏はここで2030年までの政権運営という新たなお墨付きを得ることになる。また、米国のウクライナ支援にも陰りが見える中、米国では11月に大統領選が実施されるが、トランプ前大統領が勝利をするシナリオが現実味を帯び始めており、プーチン大統領はそれを待ち望んでいる。トランプ前大統領は24時間以内にウクライナ戦争を終わらせる最優先でウクライナ支援を支援すると断言しており、大統領に返り咲けば真っ先にゼレンスキー大統領に停戦を呼びかけるだろう。呼びかけるというより、それしか解決策はないと圧力をかけると言った方がいいかもしれない。プーチン大統領はトランプ氏の勝利となった直後から同氏に接見し、停戦の話を持ちかけ、ウクライナを説得するよう求めるだろう。まさにこれは強制的停戦と言えるものだ。それで得をするのは米国とロシアであり、ウクライナにとってはこの2年間の戦争での敗北を意味する。そして停戦といっても、これは終戦に向けての停戦を意味しない。プーチン大統領は一度停戦するが、いずれはウクライナ掌握に向けて軍事作戦を再開すると考えている。ウクライナの属国化をプーチン大統領が諦めることはない。治安太郎、国際情勢専門家、各国の政治や経済、社会事情に詳しい、各国の防衛、治安当局者と強いパイプを持ち、日々情報交換や情報供給を行い、対外発信として執筆活動を行う。バカでかくてすごくうるさい、ロシア兵がおののく、チャレンジャー2戦車の戦い方。ウクライナでロシアが拡大して23ヶ月目になる戦争で、ウクライナ軍の英国製チャレンジャー2戦車が実際に戦闘を行っていることを示すものがあまり出てこないのはなぜなのか。そう疑問に思っている人は、この戦車の乗員2人に話を聞いた最近のインタビューに答えを見つけられるかもしれない。2人によれば、彼らの乗る71トン4人乗りのチャレンジャー2は、ウクライナ側の支配する樹林帯から、ロシア側の支配する最長 2.8km 程度離れた樹林帯に向けて射撃している。着弾位置はドローンからの情報で修正しているという。射撃は夜間に行うことが多いようだ。目標はコンクリートで覆われた塹壕。車両を相手にしたことはまだありませんと、乗員の一人は語っている。ウクライナ空中機動軍、空挺軍の第82
独立空中強襲旅団に14両が配備されたチャレンジャー2は、主砲の 120mm ライフル砲から榴弾を射撃し、歩兵を支援している。これは歩兵が戦車を支援する戦車ファーストのドクトリンの正反対だ。ウクライナ軍のチャレンジャー2は戦車というよりもむしろ機動砲に近い運用をされている。機動的な突撃はすることはあっても滅多にない。インタビューに応じた乗員の一人は理由をこう説明している。原野や農地など路外の機動は難しいんです。私たちの土地で使うにはチャレンジャー2は重い。私たちの土地というのは農地が広がるウクライナ南部ザポリージャ州のことだろう。第82旅団は昨年の反転攻勢にバンカに加勢し、ウクライナ側が以前の前線から15km ほど南のロボティネ周辺まで前進するのに寄与した。同年8月下旬か9月上旬頃、1両のチャレンジャー2がロボティネ周辺を白昼に移動中、ロシア側の対戦車ミサイルを被弾した。乗員は脱出したが、その後、砲塔の 120mm 砲弾がクックオフ、火災や高熱による発火したらしく、爆発が起きて戦車は破壊された。これがウクライナ軍のチャレンジャー2の確認できる唯一の損失である。残りのチャレンジャー2は現在も戦っていて、歩兵がロボティネ周辺で防衛境界線を広げたり、ロシア側の逆襲からロボティネを防御したりするのを支援している。